文字については、イネミ基本計画で閣議決定をしておりまして、100年度最中の集落施設、建設への基本の一つとも政府の責任において、課題解決が必要だと。御所をめぐっては相次ぐ点検漏れで、運転停止の状態が続いていて、原子力規制委員会が文書の運営を日本原子力研究開発機構から別の組織に変更するよう文部科学大臣に勧告する方針を決めています。西川知事は文書が運転を再開して研究開発が進められるよう文部科学大臣や経済産業大臣など関係閣僚による政府の責任体制を新たに整備するべきだと要請しました。これに対し林経産大臣は文書は文部科学省の責任の下で課題の解決に向けて検討しているが、我々は我々の立場の中でしっかり対応していきたいと答えました。